七日の夜に行われる線路切り替え工事の現場を宇治駅店です二つ目は大宝宇治踏切から京阪宇治駅までのそして最後は淀川と名前を変えて大阪湾に流れ込みます河原から堤防に上がると目の前には一つ目の工事現場が広がって今コンクリート製の橋梁が新しい伏線用のものです現在の京阪宇治レバンを待っています 先ほどの地点から少し宇治駅方面に移動しましたまさに目の前が二つ目の線路切り替え工事の現場です三つんであります大宝寺踏切からの道と京都府道七号機に到着しましたこの岡本道踏切付近で